こんにちは、ぴょんです。静岡県伊豆市にある落合楼さんに宿泊しました。1874年創業、国の有形文化財に登録された老舗旅館です。大浴場の温泉とサウナが素晴らしいと知名度の高いお宿ですが、それだけではありません。今までご紹介してきたお宿と比べても、特にお食事のレベルが高く、大満足の滞在となりました。詳しくご紹介してまいりますので、ぜひ最後までお楽しみくださいませ。チェックインはラウンジで行われます。こちらのお宿は飲食代が宿泊料金に含まれているオールインクルーシブですので、もちろん高価なお酒などは有料ですが、基本的に好きなものを好きなだけいただけます。ウェルカムドリンクはスパークリングワインをお願いしました。ウェルカムスイーツはくるみの和三盆です。約4000坪の土地に客室はわずか16室。今回は客室に露天風呂がついた山桜のお部屋です。いつもの通り料金はこの動画の最後に発表いたしますので、お部屋や館内施設、お食事などの内容からいくらか予想しながらご覧くださいませ。山桜はセミダブルベッドが2台並ぶ 66.66 平米のお部屋です。一歩足を踏み入れると床暖房による足元の暖かさに自然と微笑みがこぼれます。一つ一つ職人さんの手作業で作られた繊細な組小細工、江戸時代から昭和にかけて伊豆は金銀の採掘場として栄えていました。伊豆三大金山の一つである持ち越鉱山のオーナーだった足立光利氏が、客人をもてなすために迎賓館の役割としてこの場所に建てたことがこのお宿の始まりです。1874年に創業し、その後1933年に大改装をされています。その時に建てられたのがこの今も現存している建物です。島崎藤村、川端康成、和歌山牧水など名だたる文豪もこの旅館で執筆に没頭しました。テレビの下には冷蔵庫があります。オールインクルーシブですので、アルコールも含め冷蔵庫の中身はすべて宿泊料金に含まれています。お菓子は冷蔵庫の中にどら焼きと机の上におかきがありました。コーヒーと伊豆名産のグリ茶、お砂糖が富士山の形で可愛いですね。向こうの広縁側からも、こちらの廊下側からもバスルームへ行けます。2019年に水回りを中心としたリニューアルをしており、非常に清潔感がありピカピカに綺麗です。アメニティはカグレという日本のブランド、筒の中にはコットン、綿棒、紙ゴム、ヘアバンドが、黒い箱の中には歯ブラシ、ヘアブラシ、カミソリが全て人数分入っています。クローゼットの中には浴衣が用意されていました。お化粧室も綺麗です。ロゴのエンボスもいいですね。
鳥のさえずりを聞きながら草木の香りの中で入るお風呂は格別です。すだれを下ろして目隠しすることもできます。露天風呂にシャワーもついています。シャンプー類はヤヨイという日本の素材を使ったブランドです。大浴場をご紹介いたします。趣を異にする大浴場が2つあり、日ごとに男女が入れ替わりますので、一泊でもチェックイン日とチェックアウト日でそれぞれのお風呂を楽しむことができます。2つの大浴場の間にはお水、牛乳、コーヒー牛乳に生ビールまで用意されています。月の湯は大きな宇宙が特徴で、凛とした雰囲気のシンプルな作りになっています。落合楼さんのサウナは非常に評判が良く、こちらへいらっしゃった際にはぜひ利用していただきたい大きなおすすめポイントです。温度計がないので定かではありませんが、サウナ行きたいによると茶室サウナは90度だそうです。ガラス張りでお外の景色を見ながら入れるのでとても癒されます。サウナ室の下が水風呂で川のお水も引かれています。体感は15度ぐらいに感じました。川のせせらぎを BGM に整えるスペースも最高です。バスタオルとフェイスタオルはもちろん、ヘアブラシ、カミソリ、シャワーキャップ、ヘアゴムなど、クレンジング、お化粧水、クリーム、コットン、綿棒などアメニティがたくさん揃っていますので、快適に過ごすことができました。その昔、天狗が好んで浸かりに来たという伝説の残る天狗の湯は、金山の採掘場をモチーフにして作られた洞窟風呂が魅力的です。広い温泉で外も中もつながっています。泉質はカルシウムナトリウム硫酸塩泉、 pH 8.2 の弱アルカリ性です。やはり天狗の湯もサウナがすごすぎます。しっかり高い温度が保たれたサウナ室は、中に温泉の滝が流れており、温泉水を贅沢に使ったロウリュができます。ずっと温泉が流れているおかげで湿度が高いのも嬉しいです。温泉は足元まで流れています。ロウリュをすると一気に温度は体感100度くらいへ上昇。目の前の自然が飛び込んでくるガラス張りのサウナで、水の流れる音を聞きながら最高のサウナ体験ができました。サウナ室の目の前にあるシャワーで体を流したら、いよいよ水風呂へ。目の前に流れている川からお水を引いた天然水の水風呂。11月下旬はもうキンキンに冷たかったです。外気浴スペースも川に真正面を向き、大自然に癒され極上に整います。もちろんお水は飲み放題で、綺麗なタオルもたくさん用意されています。おしゃれな板とうちわ。サウナの良さがわからないという方も、騙されたと思ってぜひ一度教科書通りにやってみていただきたいです。お食事は朝晩ともにお食事処の個室でいただきます。オールインクルーシブですので、お飲み物は飲み放題です。予約時間に合わせすでに前菜がセットされています。
アルコールを飲めるか尋ねられ、乾杯酒として地元静岡の日本酒白飲正宗が供されました。前菜は3種類のお料理の盛り合わせです。シャモのごま和え、上にくるみ、自家製のこんにゃく、中に巻かれているのはわさびです。菊菜のおひたし、甲州スパークリングワインもお願いしました。お先付けで手長エビと浜名湖の海苔。この段階でこちらのお料理は素晴らしいと確信しました。富士山のふもとで育てられている富士山岡村牛ときのこの小鍋、牛のお出汁が最高に美味しいです。お好みで落合楼さんオリジナル七味唐辛子をかけて、牛肉が柔らかいです。お次はお作り。小さな器の中はアオリイカのわさび和え、もう一方の器は石垣鯛と黒むつ、巻いてあるのは菊です。続いては揚げ物が来ました。一番奥はアジのかき揚げ、周りがカリカリに揚がっています。手前右はイノシシのレンコン挟み揚げ、イノシシはひき肉状で臭みが全くありません。左は小芋の唐揚げ。揚げ物の後はさっぱりと焼き梅のお吸い物。かつおだしが効いていて美味しいです。焼き物は天城紅姫アマゴと原木椎茸の炭火焼き。綺麗なお水で育ったアマゴは臭みがなく、脂が乗っていてしっとりとした身質で美味しいです。添えにはからすみの磯辺餅。熱燗が進みました。お肉料理は伊豆で採れた鹿ロース肉のわら焼き。こんなに柔らかくて鉄臭くない鹿肉はなかなかありません。お好みでごまラー油をかけて、醤油麹の甘み、ラー油の辛み、お塩の塩味、大根の抜け感、すべてがバランスよく重なり合っています。締めのお食事は桜エビの天ぷらご飯です。お味噌汁は手長エビの赤だしです。サクサクの食感で香ばしい風味の桜エビとタレのかかったご飯との相性が抜群で、お箸が止まりません。おかわりしました。お昆布も柔らかいところだけ酔ってある細やかさ。デザートはラウンジか客室の好きな方でいただけるとのことで、ラウンジへお持ちいただきました。デザートは右側の葉っぱの器がさつまいもの焼き菓子で、左側の器がほうじ茶のアイスときな粉のクリーム。どのお料理も美味しく感激しました。違う季節にもまた必ず来たいと思います。夕食後にお夜食の希望を聞かれ、お願いした時間通りに届けてくださいました。それではおやすみなさい。おはようございます。夜中から雨が降り、今日は空気が潤っています。朝ごはんも昨夜と同じお食事処の個室でいただきます。昨日は気がつきませんでしたが、窓のお外に山が見えるのですね。
小松菜とリンゴのジュース。甘くて飲みやすいお味です。頑張って早起きをしてサウナを3セットしてきましたので、万全の体調でお腹が空いています。根菜類がたくさん入ったお味噌汁。ご飯にはわさびと鰹節をのせて、少しお醤油を垂らして、お魚は金目鯛、おのりの混ざった畳イワシは初めてです。小鉢の中にほうれん草のおひたし、正方形の器の中には手の込んだ小さなお料理がいろいろと敷き詰められています。しらすおろし、お野菜、人参のきんぴら、しいたけ、がんも、白いだし巻き卵、湯葉、柿は程よい柔らかさで甘みがあります。ごちそうさまでした。貸切露天風呂をご案内いたします。利用時間は50分、チェックイン時に予約を入れ、予約時間になったらフロントで鍵を受け取ります。離れの建物1軒丸々貸し切りになっています。こちらもアメニティ、タオル、ドリンクを完備。非常に広いスペースにシャワーが3つ、大きな露天風呂に浸かりながら渓流の音を聞き、ぼーっと無心で贅沢な時間を過ごせます。雨が降っているのもまたオツでした。夕方17時と朝10時から20分間文化財のツアーが行われています。世界恐慌真っただ中の1933年、地域経済発展のための意も込めて、2代目足立健二氏が金鉱山を売却した資金で建物の大改修を行いました。天井はうずら木と呼ばれる、屋久杉などから稀に出てくる希少な木目が使われ、この柱は四方柾と呼ばれる前面が柾目の木の中心部分を使うなど、細部に至るまで職人のこだわりが光っています。地域のために建てられた建物であったためか、貴重な鉄製の瓦も太平洋戦争下において奇跡的に政府から没収されず、照明なども当時のままの姿を見ることができます。真東の窓には奇巧の細工がされ、落とす影の形から季節を感じられるそうです。美しい建築と興味深いお話に触れ、大変勉強になりました。館内の施設をご案内いたします。ラウンジの下の階には娯楽室があります。夕食後にこちらでサッカーのボードゲームや卓球をして盛り上がりました。ショップには館内で使われているアメニティやサウナハット、七味唐辛子などの落合楼さんオリジナル商品を購入できます。自転車を借りることが可能で、常連の滝までは20分ちょっとです。アクセスをご案内いたします。落合楼さんは静岡県伊豆半島の真ん中あたり、伊豆湯ヶ島温泉に位置しています。公共交通機関を使う場合は、最寄りの修善寺駅まで新幹線と在来線で羽田空港から2時間前後、成田空港から3時間前後です。修善寺駅から車で20分ほどの道のりは、事前の予約で無料送迎していただけます。それでは料金の発表に参ります。
この動画が良かったら、いいねやコメントなどをいただけますと、今後ご紹介するお宿選びに反映されます。評価の高いお宿などを中心に、旅の動画を不定期で配信してますので、チャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。今回は伊豆湯ヶ島にある落合楼さんの5段階に分かれている価格帯の上から2番目、山桜のお部屋。非常にハイレベルなお料理で大満足の夕食と朝食2食付き、さらにはドリンクがオールインクルーシブで飲み放題。館内施設も充実の旅館で、1泊2日、大人2名の合計金額はおいくらでしょうか？正解は20万1960円でした。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきましてありがとうございました。